オフだったみたいな噂をちょっと耳に挟みまして、はい。努力できるタイプなので、ぜひよろしくお願いします。若いレイヤーで推進していくメンバーが揃ってますし。どうもしゅんです。こんにちは。今回はセレブリックスさんにお邪魔させていただいてるんですけども、役員の方を逆面接するという企画になっております。セレブリックスさんのカンパニー長である北川さんに、今回は新卒1年目のお二方と僕が面接官となって、北川さんがセレブリックスに合う人材なのかっていうところをちょっと今回はシビアに、判断いただけたらなと思ってます。ということで今回面接官をしていただくお二人、簡単に自己紹介お願いします。21新卒の川崎京香と申します。よろしくお願いします。今は商談機会の創出っていうことでアポ取りしてるんです。同じく21新卒の三島大河と申します。今はインサイドセールス、いわゆるアポイント獲得から実際に商談をしてクロージング受注というところまでのご支援をさせていただいております。よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ早速面接の方を始めさせていただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは面接を始めさせていただきます。はい、お願いします。はい、ではまず簡単に自己紹介からお願いいたします。はい。北川和樹と申します。2005年に社会人、大学を卒業して社会人になりまして、これまで営業職、営業のマネジメントの仕事、そして事業を作るという立場でいろいろと仕事をさせていただいておりました。今、39歳、家族構成はですね、妻と子供3人となっております。私たちセレブリックスを志望した理由をお願いいたします。人に圧倒されたっていうのが理由です、それは説明会の時から最終選考に至るまで、たくさんの先輩社員の方々に当時お会いさせていただきましたけれども、なんじゃこいつらっていう印象すごく残ったんですね、なんじゃこいつらはめちゃめちゃ面白い人たちだなっていうのと、社会人としてビジネスパーソンとしてすごくかっこいいなとも思いましたし、こういうふざけ方もするんだとか、なんかそういうところを垣間見れて、自分にないところがめちゃめちゃある、かつ事業内容よくわかんない、何やってる集団なんだろうみたいなところに引きつけられたので、セレブリックスを選択したんですね。他の会社とやっぱり人が違ったっていうところなんですかね。他の会社と人が違ったっていうのは当時強く思いました。いろんな会社さんからご縁があって内定の結果もいただくことができたんですけど、2年目の方、3年目の方、10年目の方、いろんな会社の営業の方々とか、それ以外の職種の方々にもお会いしましたけど、そこまでの印象をその人たちに抱くことがなかったので、セレブリックスを選択した。今のセレブリックスさんの規模感でいうと、何分の1ぐらいの規模感の時ですか、それは。今がですね、セレブリックス全体で約1200で、私が担当しているセールスカンパニーで言えば500弱なので、今は。当時はセレブリックス約40名ぐらいの規模でしたから、10分の1以下ってところですかね。では北川さんが就活生の時に、当時なりたかった人物像と、今の人物像、こちらの違いっていうのをぜひ教えていただきたいです。当時21歳22歳で就活してましたけど、なりたい像っていうのはそんな明確じゃなかったです。やってみたいことは20代でマネジメントを経験することができたらいいなとは思ってました。で、やりたいことがなかったんですよね、就活生の時は。でも40、50になった時に社会から組織から選ばれる人材でありたい、指名される存在でありたいなっていうふうに思いまして、なのでセレブリックスで20代自分を成長させなきゃいけない、鍛えなきゃいけない、鍛錬しなきゃいけないっていうふうにしてセレブリックスを選んだっていうのがあります。で、今39歳になって来年には40ですけれど、あんまり考えたことないですね、その未来の自分像っていうのは。なんかそれよりもやっぱりセールスカンパニーセレブリックスっていうこの組織をどうするかっていうことの方が優先順位が高かったり、今は冒頭お話ししてる3児の親なんで、子どもたちをいかにっていうことがあったりするんで、自分をこうしたいああしたいっていうのは考えたことないです。あんまり考えないですね。考えないようにしてるということでもなく。じゃあそんな北川さんが一緒に働きたい人はどんな人になりますでしょうか。個人的に思うのは楽しくて陽気な人ですね、僕がそういうタイプなんでやっぱり常に明るい人の周りには人の相談とか人の悩みって集まると思うんですね、三島さんとか川崎さんが相談しようと思う相手ってやっぱり性格的に前向きで明るい人だと思うんですよね、食らう人のところに相談しに行かないじゃないですか、はい、なんで個人的にそういう人が好きだっていうのが一つあります。で組織としてやっぱり必要だなと思うのは、セレブリックスとして大事にしていることはやっぱり戦略思考があるかどうか、ゴールがあって課題が途中あって、これをクリアするためにここまでの道のりを描ける力があるかどうかっていうのは、クライアントサクセスを考える上ですごく大事な能力だなというふうに思います。でもう一つはやっぱりビジネスパーソンって、今ブーカの時代と言われてますけど、何が正解かわからない。で中で言うと今後やっぱり必要となるなと思うのは、問題を作り出す、問題を発見できる力だと思っていて、正しい問いを立てられる力というのは必要だなと思ってますので、そういった能力というかそういったセンスが伴っている方とはぜひ一緒に働きたいなと思いますね。はい、その能力が北川さんご自身ではあると思われますか？多少あると思います。またその根拠も教えていただきたいです。根拠、戦略思考と課題発見能力があると思う理由、はい、これはやっぱりセレブリックスでの20代の経験が起因してるなと思うんですけど、20代経験してきたことの中にお客様の新規事業を支援するっていう経験がやっぱ何社もあるんですけれど、新規事業って弊社ももちろんそうですけど、どうやったらうまくいくかっていう保証はどこにもなかったりします。でこうやったらうまくいくはずだっていう仮説が最初にあって、それをもとに遂行推進してみるわけですけど、ほぼほぼうまくいかないですよね。でその時に僕らはクライアントワーク、お客様の事業を支援する仕事なので、お客様はうまくいかないことは何でなのかっていうことを僕らに聞いてきたり、僕らはうまくいかないことはこうこうこういうことが理由だっていうことを論理立てで説明しなきゃいけなかったり、でもそんなことをお互いの正義で言い合ってもなかなか話がまとまらなかったりするケースがある中で、すごくそこは、人間力も含めてですね、鍛えられたっていう経験があるので、そういったことは、多少力としてあるかなというふうに思います。では次に北川さんが挫折した経験っていうのをちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、ちょっと北川さんが一時期坊主だったみたいな噂をちょっと小耳に挟みまして、はい、ちょっとそこ詳しくお聞かせいただきたいです。その坊主にしたのは何でかっていうと、お客様から非常に大きなクレームをいただいてしまって、出禁でいわゆる出入り禁止ですね、これになったというのが社会人、3年目の時にあります。でそれは何だかっていうと、コミュニケーションミスですね。僕が決して違法なこととかルールに適さないことをやったわけではないんですけれども、お客様にあるサービスを納品しなければいけないという時に、なぜこのパートナーさんを使うのかとか、なぜこのフローでこのサービスを納品するのかということの説明を僕が怠ってしまって、なのでお客様は「それ本当に納品してるの？架空で請求してない？」っていう、疑いを持たれてしまった。実際は納品をしていて、実際にそれがお客様の手元に届くっていうことは至ってるんですけど、そのプロセスにおける僕の怠慢でですね、お客様からお叱りを受け、その後のトラブル回収の事後対応もお客様が望むものではなく、担当を外してくれということで、そういった大きなトラブルを招いてしまったという経験が、挫折があります。はい、ありがとうございます。はい、そこから学んだことは何ですか？思い込まない。お客さんは分かってるはずだ、説明して理解してるはずだ、これは正しいんだ、このままやっていいんだっていうことを事細かく説明するってことをやってなかったですし、特にその社会人3年目の時は成果が出ていたんで、ちょっとおごってました。僕が案内するもの、僕がこれでいいって、これをやりましょうっていうものは、当時お客様はそうだねって言ってくれていたので、そこでやっぱりおごっていた、勘違いしていたっていうところがあって、事細かくコミュニケーションを取るってことを怠っていたのが原因だと思いますね。それでは、はい、北川さんならではの強みを教えてください。ならではの強みはお茶目なところだと思いますね。場を明るくできるっていうところは、ちょっと迷惑がられてるところも今の会社の中にあるんですけれど、基本的にやっぱり明るくしたい、楽しくしたいっていうのがあるので、明るくできるかなと思います。こんなんでいいですか？はい、ありがとうございます。それは意外と他の方でもある種代替可能な部分もあるかなとは思うんですがその北川さんならではのそのビジネスを前に進めたりとか、会社を大きくする上で北川さんが得意としている部分やならではの強みみたいなところがあったら教えてください。もしくはビジネスを円滑に進めていく上での。あ、ビジネスを円滑に進める上で僕ができるなと思うことは、やっぱりまず他者に対する配慮、他者に対する想像力を持って、この人は今何を望んでいるのか、何に困っているのか、次の一手を打ち出すために何が必要なのかっていうことは察することができるのかなというふうに考えてます。じゃあ逆に北川さんの弱みはどんなところでしょうか？弱みは僕、思いつきが多いんですよね。なので人によっては戦略性がないねとか、理論成り立ってなくないとか、そういう印象を抱く人も多いと思います。なので今の職場では私のその弱みである、この人また思いつきで話してる、またアイディア出てきてわーって喋っちゃってるっていうことを補填してくれるメンバーがたくさんいるので、そういった人に壁打ちをしたり、そういった人の意見を求めて、あ、自分のこのアイディア、ここを削ぐべきだなとか、ここをもっと肉付けしないと相手が納得できないなとか、そういったことで補わせていただいてます。自分の弱みをチームのメンバーとか他の人と一緒に働くことによってカバーしているということですか？そうですね。立場関係なく、役職関係なく、年齢関係なく、壁打ちさせてっていうふうには言うようにしてまして、どう思うっていうことを常々聞くようにはしているので、それで自分のアイディアを消化させたり、理論を確実性の高いものにしていったりということをよくやってます。では最後に、北川さんから、はい、言いたいことですとかアピールしたいことなどあればお願いいたします。はい、一つ質問してもよろしいでしょうか？はい、どうぞ。お二人は1年目の社員さんですよね。今のセレブリックスは好きですか？はい、はい、あ、それはなぜ好きですか？一言で申し上げますと、はい、自分が実現したいことがこの環境でできそうという期待が持てることですね。自分がいることによって何かを変えることができるんじゃないかという、他の人でもいいじゃなくて、はい、自分だからこそこの環境でこれができるんじゃないかっていう期待が持てるところが、はい、それは人も含め、制度も含め、会社の文化も含め、好きなところですね。はい、川崎さんは？セレブリックスの好きなところは人ですね。北川さんも含めセレブリックスの社員さんって本当に1聞いたら10返してくれるんですよね。なのでやっぱり仕事でつまずくこととか悩むことも本当に多々あるんですけども、少し手を伸ばせば本当に皆さん全力で助けに来てくれるので、はい、それがすごいこの会社に入って人に恵まれているなって思ったことです。こんな私がですね、セレブリックスさんにご入社させていただくことができれば何ができるのかというと、セレブリックスさんでいい会社だなと思うんですけど、それと同じぐらいの量の課題を抱えてらっしゃるとも思うんですね。外側から見たらキラキラしてるよねって言っていただける方も多くなってきましたし、今500人弱従業員数がいて、これからもっと目指すところが高いというふうにもお聞きしてます。やっぱり課題がない会社はないので、その課題に対して真摯に取り組むということもそうですし、自分自身が置かれている状況に応じて自分自身のできる能力を最大限発揮して、セレブリックスさんが抱える課題とか目指したい方向性に向かって努力できるタイプであると思うので、ぜひよろしくお願いします。ということで面接は以上になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで我々の方から合格不合格の結果の方を札を上げさせていただけたらなと思います。迷うな。決めました。はい。はい、OK です。じゃあいきます。せーの。おお。過半数は超えたんですけども、我々の丸の方からちょっと理由をフィードバックと含めてさせていただけたらなと思ってます。はい、丸にさせていただいたんですけど、やっぱりセレブリックスさんが大切にする価値観をある種北川さんが作ってる部分と、北川さんが進もうと思っている方向とセレブリックスさんが進もうと思っている方向がすごく一致してるなと思ったのが一番大きなポイントです。すごい個人的にもっと北川さんにこうしてほしいなと思った点としては、すごく利他的だし、その社会のためとか会社のためにみたいなところがすごい強いなっていうふうにお話から聞いて思ったのは素晴らしいなと思った一方、はい、もっともっと大きいビジョンとか大きい絵を描いて、セレベックスさんはもう北川さんの会社だよねとか、北川さんがいるからこれからのセレベックス10倍100倍1000倍になっていくよねみたいな、もっともっと大きいビジョンやビッグピクチャーを描いてるとは思うんですけど、伝わりきらなかった部分があるので描いていただいて、もっともっと大きいことをしていただきたいなって思いました。俊さんが迷われていたポイントはそこですか？そうですね、もっと大きい規模のことをやりたいって言えば言うほど、いろんな人であったりとか注目みたいなところも集まりそうだなって思いました。私は濁りのない丸でございます一番北川さんのお話を聞いてていいなと思ったポイントは、主語が自分ではなく他のところにあるっていうことです。お話を聞いててやっぱり会社が主語だなってすごい思っていて、自分だけじゃなくて、クライアントだったりメンバーだったり営業の業界だったり会社だったり、なんかそういったところを一番に考えられる人っていうのがやっぱり会社にとっては一番欲しい人材なのかなと思ったので、ぜひ一緒に働けることを楽しみにしております。ということで、×の札を挙げた三島さん、理由とフィードバックの方お願いします。そうですね、もう前提としては人物像、人柄、視座とかこういったところではもう申し分なく採用だと思いました。ただ一方で、我が社のセレブリックスの未来を考えていくときに、北川さんよりももうちょっと年齢の低い若いレイヤーで推進していくメンバーが揃ってますし、かつ今後もっともっとそういうメンバーが、僕も含め僕の下も含め、どんどん出ていくような環境にあるべきだと思うので、おっしゃる通り今回は見送らせていただきたいなというのが私の結論です。すごいな、丁寧なフィードバックありがとうございます。確かにその気持ち分かりますでもそれが言える環境というか、その雰囲気であることがすごい素晴らしいなと思いました。ということで、じゃあ本日の面接の感想を北川様の方からいただけたらなと思います。お三方からさまざまな質問をいただきましたけれども、考えきれてないなっていうところとか、抽象的な表現で逃げちゃってるなっていうところの内省がすごくありますということと、あとは川崎さんから言われて気づいたのは、主語が自分じゃあんまりないんだっていうのを話を聞いていただいた上で、自分もそこに気づけたっていうことがあるんですね。で最後、俊さんから言われた、もっと大きいのことを描きないっていうところで言えば今描いてます、セレブリックスが何のために存在するとか、会社だけじゃなくて社会に対してどんなインパクトを与えられるんだっけっていうところを描いて、そこに対してどんな挑戦ができるんだろうっていうことを力強く踏み出せるものも、まさに大きな絵を描いてるところなので、そこはまた学生の皆さん、たくさんの方にお見せできるかなと思いますので、少しお時間いただければと思います。はい、ありがとうございます。ということで、そんな北川さんと一緒に働きたいと思った方、またお二人と一緒に働きたいなと思った方は、下の概要欄にセレブリックスさんの採用情報やホームページが貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また、動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。